はい、今日は、雪の女神ポリアフの歌を踊ってみました。私はこの踊りが大好きなんですね。そして今ですね、ディプロマコース、ティーチャーコースの生徒さんが、もうすぐ卒業なんですね。そしてうちのディプロマコースではフラカヒコをたくさんたくさんお勉強します。そしてオリ、ハワイのお祈りもたくさんお勉強して、最後にはアウアナの曲、現代のフラですね、古典フラとは別に現代のフラをですね、その人の、もう生徒さんその人にとっての一曲っていうのを選んでいただいて、レポートを提出していただいて、衣装やお花とかそういうのも全部考えて、これからその生徒さんが一生をかけてその曲をずっと自分の曲として踊れるようにという課題もお出ししているんですね。で、そのティーチャーコースですけれども、非常にプライベートのレッスンでずっと進んでいくので、人数の制限があるんです。で、今度ね、6月いっぱいで、先生がお一人誕生するんですね。そうです。長かったです。はい。ですので、7月からでしたらば、はい、一人空きがありますので、ティーチャーコース受けてみたい方があったら、お早めに私までお伝えください。先に席を確保させていただきたいと思います。結構ね、本当に一人一人にやっているので、たくさんは取れないんですね。ということでした。それと、せっかくなので宣伝をしておきましょう。いろんな宣伝あります。そしてアロハメソッド、これ魂のフラということでやっているんですけれども、ここにですね、愛されマインド、愛されメンタル、愛される心を育てていくというメソッドね、アロハメソッドの中の大切な部分なんですけれども、それとフラ、あの子のね、フラパフです。はい、あの子のフラを、本来ならば、ディプロマ生しか学べないフラなんですけれども、あれを叩いて歌う、それに合わせて踊るというフラが、とても心を見つめていくことに役立つんですね。そして、あのパフドラムの音が、あなたが魂から生まれてきたお約束や、大切なミッションを思い出させてくれる大切なものになっていくんです。ですので、それを1年かけて1曲仕上げたいと思います。それをしながらの愛されメンタルのセミナーを受けていくというコースも今度新しくできました。で、本当にメンタルだけやるよりも、そのフラと、ね、一緒にやることで、ものすごく本当深く深く自分の心に入っていきますので、興味ある方は寄ってください。そして、今日あれですね、書いてないです。後で貼っときますね。いつもだったらここにね、出てくるんですよ。ここです。LINE ここですってなるんですけれども、後で貼っておきますので、ぜひね、LINE の方に登録されてください。LINE に登録されてて、されると、今だけ特別なんですね。アロハッピーの会っていうのの、はい、VIP にですね、今ご登録いただく方は、VIP に昇格になるようになっておりますので、今ね、とても入会時です。で、それをしておいていただきますと、お得な VIP 価格でのご案内をしようと思っています。それずっとです。はい、ずっと私の何かを、買っていただくときには全部 VIP 価格でということになりますので、買っても買わなくても LINE 登録しておくととってもいいと思います。さて、それでは、ありがとうアロハね、今日もやっていきましょう。昨日お外だったので落ち着かなかったですね。今日もゆっくりやっていきましょう。まず、お空の星からあなたの魂が生まれてきます。お母さんのお心に宿って、その次にお母さんの子宮に宿ります。あなたの魂は、もうここに宿った時には、すでにこの世に生まれているんですね。ですから、ここに宿った瞬間に、もう私はバースデーねってくるっと回るようにしています。歌ってみましょう。ある日、星の輝きと、共に生まれた命。
きました。私たちは光の存在、そして愛する存在なんですね。で、先ほど言いました愛されメンタルです。わかりますか？愛されメンタルって私たち生まれた時にはもうすでに持っているものですね。愛する存在、愛される存在として生まれてきているんですけれども、この世にポキャって生まれた瞬間からいろんな挫折が起こり、思い込みやすり込みが起こってですね、みんなその魂を降りてきた時の純粋な気持ちがなくなってしまうんですね。はい、ですのでそれを思い出したらあなたらしさが湧き出てくる、本当のあなた、お帰りなさいという感じですね。はい、やっていきましょう。光と愛する存在のあなたです。はい、そしてみんなと一緒にアロハですよ。そしてあなたの大切なお心の中の素晴らしい愛のエッセンスをお隣の方にどうぞって差し上げてください。で、お隣の方もそれでハッピーになれるんですよ。それをたくさんの人に広めたくてこれをやっています。で、おはようフラの応援隊じゃなくて、おはようフラ養成講座っていうのも作りました。私と一緒にこの曲をマスターして、で、歌って踊って、こうやって発信したりリアルに教えしたり、はたまたお話だけでもいいので伝えていってほしいなと思って作りました。今まではこれは私のところのディプロマコースを卒業してセラピスト、フラセラピストになった方だけがやっていたんですが、今度はこれを見てくださる皆さんができればいいなと思って養成講座作ってあります。それもお問い合わせください。でもまずこれを毎日見てくださればある程度のエッセンスは届いているはずと思います。はい、ライトラアロハ、ありただけの愛しい光。さあ、そして光として生まれた魂はあなたの楽しい幸せな一生を終えて、また光となって宇宙に帰っていきます。その時には大きな虹の橋を渡って光となってで、上に戻っていくんですね。では、曲をかけてやってみましょう。ちょっと待って、曲がいない。これかな？ちっちゃい。これ？やってみましょう。小さいかな？大きいかな？わからない。
子のお誕生日です。息を吐いてリラックスしたら、自分の生まれてきた星を下に見てみましょう。そうですそうです。踊れましたか？やっぱりお外と違ってですね、ゆっくりとね、自分の呼吸で踊れていいですね。お外ちょっと暑すぎてで、なんかやっぱりなんかこうピヤーっていっちゃう感じがします。やっぱりお心のフラなので、本当に自分のために踊っていただきたいなと思います。それが私たちのフラ、魂のフラです。そして私のオレナヒーリングスクールでは、この魂のお勉強をしていくということを基本にフラを教えています。ですから、普通のフラダンサーとか、フラダンサーの先生とか、そういう方を育てているわけではないです。実際に来ている先生方には、普通の生徒さんたくさんいます。だけれども、基本は本当にハワイアンヒーラーであり、スピリットとつながれる人たちを育てていっています。ですから、ディプロマコース、本当に時間を長くかけてやっているクラスなんですね。そしてリアルでも日本でもやっていたのですが、その時はね、やっぱりまだ普通の、対面のレッスンでもあったので、やっぱりフラの先生っていう形でね、育ててきていました。でもこちらに来てからは、本当にハワイアンヒーラーであることの意味、そしてその生徒さん自身が本当に自分のミッションを思い出していくことも大切にしています。だからものすごくグループではないんですね。プライベートのレッスンをもう何回あるんだろうっていうぐらいやってきて、そしてこう開いていくのをゆっくりと見守るというようなレッスンをしています。セラピストになりたい人もね、ぜひぜひ言ってください。本当に他のフラでは習えないことが私のところでは習えるし、いつも自分の心を見つめることができるようになっていきます。はい、今日もおはようフラ、ありがとうございました。今日はちょっと電波が悪かったので、はい、ストリームヤードではなくてズームからの配信になってしまいました。ページの方で楽しみにお待ちいただいた方、 YouTube で待っていた方、すみません、後でズームの方からのをアップしておきますので見てください。 LINE の方も貼っておきますので後でね、見てくださいね。今日もありがとうございました。